いい刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。お前の強さ、柱だな。その陶器、練り上げられている。思考の領域に近い。俺は円柱、煉獄杏寿郎だ。俺は赤座、杏寿郎。なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だからだ、老いるからだ、死ぬからだ。鬼になろう、杏寿郎。そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる。強くなれる。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。この少年は弱くない。侮辱するな。何度でも言おう、君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。そうか、鬼にならないなら殺す。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。そして俺の誘いを唸る者もいなかった。なぜだろうな。同じく武の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。飛燕万象、いいぞ。もっとやり合うぞ。飛燕万象と言った。レシキン行こう。ほう、飛燕万象。ほう、名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊さ、やっと、あらがえしき。ほう、飛燕万象か。破壊さ、えしき。この素晴らしい反応速度、この素晴らしい剣技も失われていくのだ、教授よ。悲しくはないのか。誰もがそうだ。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。全てを振り絞る。飛燕万象、レシキ。レシキ。ほう、素晴らしき才能を持つ者が醜く衰えてゆく。俺は辛い、耐えられない。死んでくれ、杏寿郎。まさか強いまま。ほう、飛燕万象。ほう、と敵軍を待って。せっせっ、飛燕万象か。死んで多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ。本当にお前は素晴らしい。称賛に値する。負の方、煉獄。術式展開、破壊殺。
教授郎。母はもう長く生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。まだ刀を振るのか。母上、俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。うわー、止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。腕が抜けん。逃がさない。切らなければ鬼の首を。早け。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助動け。煉獄さんのために動け。けだものの呼吸、一度きは脱がしてゆけ。手こずった。早く太陽から距離を。逃げるな、卑怯者。逃げるな。何を言ってるんだ、あのガキは。脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが。あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間がだ。傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるな、バカ野郎。バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ。強いんだ。煉獄さんは負けてない。誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ。もうそんなに叫ぶんじゃない。君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ。こっちにおいで。最後に少し話をしよう。俺はもうすぐに死ぬ。喋れるうちに喋ってしまうから聞いてくれ。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。ちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか。立派にできましたよ。
気なこと言ってんじゃねえ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言ってんじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。死んだ生き物は土に帰るだけなんだよ。ベソベソしたって戻ってきやしねえんだよ。悔しくても泣くんじゃねえ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ。お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてる。こっち来い、修行だ。